皆さんこんにちは株式会社インバウンドプラットフォーム代表の王でございます定刻となりましたのでこれより株式会社インバウンドプラットフォーム2024年9月期第2四半期の決算説明会を開催させていただきます本日はお忙しい中弊社決算説明会にご参加くださり誠にありがとうございますそれでは、えー、説明を開始させていただければと思います 本日ですが、大きく三点、第二クォーターの業績ハイライト、二つ目に第二クォーターの決算概要で、最後に業績予想及び今後の取り組みについてご説明申し上げます。まず業績のハイライトとなります。訪日外国人数に関しては、左上の図の通りですね、前期比としては114%増という形で、 マクロ環境、引き続き好調な状況になっております。われわれの上半期の実績としましては、左下の表をご覧になっていただければと思いますが、売上が10億9700万円で26.5%増で、営業利益は51.1%減となっておりますで。2級単体というところで申し上げますと、売上が4億9300万円。 で営業利益に関してはマイナスの1000万円というような形になっておりますで、えっと、詳細につきましてはまた後ほどご説明申し上げますが一言で言いますとやはりマクロ環境は非常に今好転しているものの競争はあの競合環境に関してはかなり激化をしているというような状況でございますでこれに伴いまして日級に関しては大幅なマーケティング強化 および新サービスの立ち上げですね、ここに関して大幅な人件費であったり、開発費の投資を行ってまいりました。その結果、トップラインに関しては26.5%増となっており、営業利益に関しては減少したというような結果となっております。で2級のいわゆる季節性のところのご説明でございます。 で2級に関しまして、先ほど申し上げた通り、訪日外国人数に関しては増加傾向だったんですけれども、われわれの主要顧客層である欧米圏からの訪日者数というのは、1級と比べて減少傾向となっております。でこれに加えて、競合激化というところで、w i f i 事業に影響したというのが2級の状況でございます。 でえっと、先ほどの競合激化に伴うマーケティングコストの増加というところで、えー、昨年からの、えー、いわゆる売上に占める広告宣伝比率のグラフが、えー、左の通りとなっておりますで昨年のまあ日級と比べますと、えー、大幅にやはり、えー、広告宣伝比率が上がっているというのが状況としてございます。 で昨年の2級、2.1%という低い水準になっているんですけれども、ここに関しては特殊要因がございまして、いわゆるサプライヤーサイドから、いわゆる反則支援金というようなものを頂戴しておりまして、ここが広告宣伝費を下げるというような要因になっておりまして、大体平均して8%から9%ぐらいというところの水準が、今期においては13.8%まで増加しているというのが状況として挙げられます。 で今後の方針としましては、引き続き競合環境というのは厳しいものというふうに見込んでおりますので、広告投資というのは引き続きかけていきたいというふうに考えております。で一方で、コストのスリム化というところに着手はして、今、言っておりまして、1つは通信契約の見直し、最適化、ここは仕入れのところですね。 いわゆる通信キャリアさん等からの仕入れの回線のコスト、ここを最適化していくということ、もう一つが、w i f i の発送ですね、梱包発送、荷造り運賃のところ一層効率化していくというところ、でもう一つがマーケティング戦略の再構築。 ここに関しましては、今やはりデジタルマーケティングで大幅な投資をしているんですけれども、トップラインを伸ばしながら、しっかりとリピーター化をさせて、また、広告費がかからないような集客チャンネルですね、いろんな外部の代理店様との提携によって、販売チャンネルを拡大していく、そういったような取り組みも今後していきたいというふうに考えております。 でもう一つが新規サービスの立ち上げのところですね、でまあ、今あ、競合環境を激化しているというところなんですけれども、我々わやはり大きくあのお客様の基盤を取っていきたいと、でそこであのいろんなサービスをクロスセールしていきたいという思いがございますので、新規サービスの立ち上げに関しては、引き続きアクセルを踏んでいきたいというふうに考えております。 でえっと、こちらに書かせていただいている通りなんですけれども、2024年の1月末ですね、えー、外国人向けの新幹線の、えー、予約プラットフォームを立ち上げました、でえっと、ここがあのライフ・メディアテック事業の数字に効いてきているんですけれども、えー、2月、3月と立ち上げ時期というところで、今も、えー、引き続き右肩上がりで上昇しているというようなところでございます。 で残りあとはバスとレンタカーですねこちらも開示をさせていただきましたがバスレンタカーの予約プラットフォームまさに今開発に着手しておりまして今期中に必ずリリースしていきたいなというふうに考えておりますやはり訪日外国人の方ですね日本にいらっしゃると必ず交通手段は使われるというところで 我々の顧客基盤の中でどんどんクロスセルができるような、皆さんが利用するようなサービス、これをどんどん立ち上げていきたいなというふうに考えております。でえっと、こちらがあの2022年からの,あの各四半期の数字の推移となっておりますので、ぜひまたご覧になっていただければなと思います。でえー、続いて、決算の概要でございます。 先ほどご説明を申し上げましたとおり、イヤーオンイヤーで売上は26.5%増の10億9700万円となっております。営業利益に関しましては、マーケティング活動の強化であったり、開発への投資というところで、人件費との増加もございまして、50%減という形で6400万円というふうな着地となっております。 でこちらマクロ環境ですね先ほどご説明申し上げたとおり訪日外国人数に関しては引き続き右肩上がりで上昇しているんですけれども我々の主要顧客である欧米に関しては1級と比べて減少傾向だったというような状況でございます。 でまた出国日本人数に関しましては、ほぼ1級と比べても横ばいというところで、やはり円安の影響もございまして、出国日本人数というところは、まだまだ伸び悩んでいるのかなというふうに考えております。で、えっと、売上のセグメントごとの推移ですね、でここに関しましては、w i f i に関しては、やはり1級と比べて季節目 性もあって低調というところで4億3 0万円となっておりますでえっとライフメディアテックに関してはマクロ環境低調というところではあるんですけれども1級と同水準になっておりますでここに関しては先ほど申し上げた新規サービスの立ち上がりというところで新幹線の売り上げが一定数寄与しているというところです でキャンピングカーにつきましてはあの、環境の好転と合わせて好調というような形で、1級よりも増加しているというような状況でございますで。予算に対する進捗というところなんですけれども、現状で売上に関しては40.4%となっておりますで。売上予算に関しては、おおむね予算通りというふうに見込んでおります。でえっと、前年、 前期ですと、2級までで41.8%というところなんですけれども、前期はまあかなり訪日者数に関しては右肩上がりでずっと増えてきていたので、まあ、あの1級、2級で41.8%というところなんですけれども、今期に関しても、あのこれが1級、2級で40%というところで、我々下記偏調ではございますので、おおむね予算通り着地できるんじゃないかなというふうに見込んでおります。 でえー、利益構造のところですね。 で先ほど申し上げました通り、やはりコストがかなり今、かさんでいるというところで、特に人件費のところで、まあ、いわゆる開発の投資にかかる新しい開発人員であったり、プロジェクトマネジメントの人材、ここに5800万円の増加で、広告宣伝費に関しては8500万円増加し、結果として営業利益が51.1%減少というような形になっております。 で事業セグメント別の利益に関してもここに記載のとおりでございますで。本社費用に関してはおおむね横ばいというところでここにもあの一部開発人員のコスト等も入っております。で特にやはり Wi-Fi のところですね でここに関しましては、マーケティングの投資であったり、後ほどご説明しますが、eSIM に関しての開発投資、こういったようなところが、w i f i の利益を押し下げるというような構造となっております。 えっと、BS 項目に関しましては、えー、引き続き堅調な数字を維持しておりまして、自己資本比率に関しては、えー、3.6ポイント上昇の61.2%と、十分な水準を維持しているものというふうに認識しております。でえー、続いて、各事業の状況についてご説明申し上げます。まず、えー、Wi-Fi 事業ですね w i f i 事業につきましては、2級類型で売上高は9億2500万円というところで、イヤオンイヤーで28.4%の増加となっております。一方、営業利益率に関しては、セグメント利益、あの本社費配布後、かなり下がっているというところで、こちらに関しては、マーケティングとやはり開発の投資というような形になっております。 で先ほど申し上げた開発のところなんですけれども eSIM が今徐々に日本ではまだまだ そこまでシェアが高くないというような認識なんですけれども、海外では多くの旅行客の方が Wi-Fi ではなく eSIM を使うようになってきております。で、ここに対して我々昨年の11月に eSIM のサービスをリリースしているんですけれども、より多くのプラン造成であったり、よりお客様が使いやすいようなシステムの構築、ここに二級をかけて大きく投資をしてまいりました。で、どんどん日々、ここはブラッシュアップしておりまして、足元、 えー、エイシムに関しては、えー、ずっと右肩上がりで今成長を続けているというような状況でございますで今後、えー、ここが売上に寄与してくるのではないかなというふうに考えております でもう一つは、まあ、マーケティングの観点にはなるんですけれどもこれは日本人向けのブランドになるんですけれどもグローバルモバイルのリブランディングを今しておりますグロモバというようなよりお客様にとってなじみやすい4文字のブランドとしてグロモバをこれから日本人向けの海外 w i f i であったり国内の法人向けの w i f i ですねこうグロモバというブランドでこれからもマーケティング強化していきたいなというふうに考えております でもう一つは、えー、顧客単価の引き上げですね、ここに関して、えー、2級中においては、えー、東京メトロさん、えー、地下鉄です、ね、のチケットの販売も、えー、開始をしておりまして、えー、w i f i であったり eSIM のお客様に対して、えー、いろいろなクロスセルをすることによって、顧客単価の引き上げを、えー、見込んでおりますで続いいてライフメディアテック事業でございます。 ライフメディアテック事業の使用 KPI である取り次ぎ件数なんですけれども、2級で大幅に上昇しておりますで。ここの上昇分というのが新幹線の予約というところの数字でございます。で新幹線、2月から始まっているんですけれども、2月と3月の数字がこの取り次ぎ件数として、ここに加算をされているというような状況でございます。で売上につきましても直 3, 万円というようよな イイヤーオンイヤンでも10%の増加となっておりますで一方で利益に関しては前年を割っているというところなんですけれどもここに関してはまだ立ち上がり段階ということでとにかくお客様の数を確保していくでそこに関して今マーケティング投資をしているプラス先ほど申し上げたようなバスであったりレンタカーの開発を今行っておりますのでそこの開発コストはかかってきているというような構造でございます。 で引き続きマーケティングを強化しながら、えー、お客様の数を増やしていくで、それでトップラインを引き続き伸ばしていくとで、マーケティングが一服してまいりますと、これがまた自然検索であったり、リピーターになってまいりますので、えー、徐々に営業利益率の改善につながっていくんじゃないかなというふうに見込んでおりますで。ライフメディアテック事業につきましては、先ほど来ご説明申し上げている通り、まずは移動領域ですね。 ここに関して新規サービスを今期しっかりと立ち上げていくとで新幹線今立ち上がってきているところなんですけれども。引、えー、きき レンタカーとバス、しっかりと今期中に立ち上げて、これ以外の移動領域に関しても、順次着手はしていきたいなと思っておりますで。それ以外の領域におきましても、これから特にライフメディアテック事業では、立ち上がりというところが重要になってまいりますので、順次、新規サービスの投入をしていきたいなというふうに考えております。で最後にキャンピングカー事業でございます。 でキャンピングカー事業につきましては、えー、マクロ環境の好転によって、えー、引き続き好調な水準を維持しております。えー、イヤーオンイヤーでは、えー、売上がは3900万円という形で43.9%増となっておりますで、えー。本社費配布前のセグメント利益に関しても、えー、黒字に転嫁しております。で我々のキャンピンピグカー事業で、 ですので、ここのキャンピングカー事業に関しては、特に欧米に返帳しているというところもなく、幅広く多くの国の方から使われておりますので、訪日市場の好調に伴いまして、数字が好転していくと、そういったような構造となっております。 でキャンピングカー事業につきましては、引き続きかなり多くのお客様からオーダーを頂い,いておりまして、でやはりまあお客様のご予約というのも集中してまいりますので、機械損失をなくすという意味で、新しく車両を10台、これは4月になるんですけれども、導入をいたしました、で引き続き10台増やしたことによって、キャンピングカー事業の数字も引き続き上がっていくものというふうに見込んでおります。 で加えて、今、船橋に営業拠点があるんですけれども、広大な今、駐車場を借りておりますので、そこでお客様の車を預かるというような、キャンピングカーのモータープールという事業も今、開始しておりまして、ここでも安定した収益が積み上がってきているという状況でございます。はい、最後に、業績予想および今後の取り組みでございます。 で業績予想なんですけれども、先ほど申し上げましたとおり、売上高に関しては予算進捗、おおむね予想通りというような認識を持っております。で一方、営業利益に関しては、今、足元、やはり予算をビハインドしているというような状況でございます。 で一方で、我々の繁忙期というのが第3四半期、ま,あ、まさに今、進行している四半期でございますので、このタイミングにおいては予算修正を行わないという意思決定をさせていただきました。今後の進捗に応じて予算修正をするべきかどうか、しっかりと慎重に検討して、適時、皆様にお伝えできればなというふうに考えております。 で引き続き、今期の進捗、まあ、売上を非常に重視はしておりまして、ここに関しては、まあ、予算をしっかりと達成するような形で進めていきたいというふうに考えております。でそれに伴いまして、コスト構造の効率化、お客様のリピーター化、そういったようなものに注力をして、営業利益率、しっかりと引き上げていきたいというふうに考えております。 で具体的なところとしましては、サービス開発の加速、でマーケティング活動の強化で、事業セグメントの変更というものを掲げております。 で事業セグメントの変更のところなんですけれども、今、我々大きく3事業、w i f i 事業、ライフメディアテック事業、キャンピングカー事業というものがあるんですけれども、これを再編いたしました、で4月にこれをいたしまして、新しいセグメントとしては、モバイルネットワーク事業、ライフメディアテック事業、キャンピングカー事業というような形にしております。 で事業セグメントの数字に関しては、監査法人様とも議論した上えで、また皆様にお伝えできればと思います。 で事業の各事業部の干渉範囲なんですけれども、もともとライフメディアテック事業にあった SIM 事業とモバイルアクセサリー事業ですね、これをモバイルネットワーク事業の方に移管しております。でこの SIM 事業というのは eSIM のところになります。ですので、モバイルネットワークとしてこれからしっかりと w i f i と eSIM 伸ばしていくというところで事業の再編をしております。でこれにいいましててくつかの,そのコスト効率化も合わせて 推進してまいりますので、えー、一層、まあ、スリムなコストで運営できるように注力してまいりたいというふうに考えております。 で各セグメントの取りり組みとなりますでモバイルネットワーク事業に関しましては、まずマーケティングの強化なんですけれども、いわゆる B2C のマーケティングというところよりは、各大手旅行会社さん、あとは海外の OTA、メディア、こういったようなところとしっかりと連携をして、安定した集客基盤を築いていく、これに足元、今、注力をしております。でこれによよってよりマーケティング コストの効率化を図るとということに注力しておりますで加えて先ほど申し上げた eSIM ですね、ここの立ち上がりを今、急ピッチで進めておりますので eSIM への開発およびこの新規顧客のマーケティングの強化を引き続きモバイルネットワーク事業で進めていきたいというふうに考えております。 でライフメディアテック事業につきましては、モビリティ領域ですね、いわゆるその交通領域のところ、新幹線につきましては、サービスの立ち上がりはできましたが、まだまだマーケティングの強化であったり、より多くの多言語化であったり、いろんな提携先をつないでいく、そういったようなところ、まだ残っておりますので、新幹線に関しても、引き続き注力をしていきながら、新しくレンタカーとバスの立ち上がりを、今期中、必ず実施していきたい。 なという,ふうに考えておりますでより多くのサービスラインを立ち上げることによって一つ一つのサービスで獲得したお客様に対してクロスセルをしっかりとしていくこれをモビリティで行っていくというのがライフメディアテック事業の今後の方針となっております。 でキャンピングカー事業につきましては、新しく10台キャンピングカーを増やしましたので、引き続きインバウンドを中心に、お客様の取り込み、取りこぼしのないように、丁寧に進めていければなというふうに考えております。併せて先ほど申し上げたモータープール、ここに関しては、安定した積み上げになりますので、しっかりとした積み上げを維持しながら、 進めていければなと思っております。え、まあとはあのま外国人のお客様多く増えてまいりますので、いわゆるその交通ルールであったりとか、外国人の利用に関してはしっかりと啓蒙活動も進めながらキャンピングカー利用の促進をしていければなというふうに考えております。で、以上が各セグメントの今後の取り組みとなっております。 で残りに関してはご参考資料となりますのでぜひ皆様またお目通しをいただければなと思います。手短ではございますが以上をもって私からのご説明とさせていただきました。